倒れたおじいさんが俺たちにかけてくれた言葉だ。感謝してくれたんだろうな。ハートのキングのカードはライオンの絵だったよな。文字を変換する場面ってのは意外に多いのかもしれないな。こう叫んで方向を示せばその方向にダッシュするのか。この掛け声、何かに使えるかもな。これがあればランディをダッシュさせた後に戻ってこさせることができるのか。アスレチック広場にはせり出した土手があったな。新たな設備でも作る予定でもあるのかな。確かあの辺り結構起伏が激しかったな。子供だったら身を隠すことができるかも。ハートのキングの場所にはライオン像の移転予定場所と書いてあった。ということはライオン像は別の場所にあって、そこから運んでくるってことだ。ハートのキングのカードはライオンの絵だったよな。移転してくるってことは、そのライオン像はまだどこか別の場所にあるってことだ。もしかするとそのどこかにあるライオン像に何か手がかりがあるのかもしれねえな。配電所に来た。鍵がかかってる。誰もいないみたいだ。今はここを調べる必要はなく、クローバーの8のところにいるぜ。分かった。すぐ行くから待ってろ。何を見つけたんだ。何かねえかと探してたらさ、コナンの持ってた変なカードと同じ模様のゲーム機があったんだよ。ゲーム機？それどこにあるんだ。この建物の中だよ。俺腹減ってんの我慢して探したんだぜ。ふふふふ。じゃあ早速中に入ろうぜ。この絵ってカードに書いてあるのと同じだろ。ああ、確かにな。でもなんか札がかかってんだよな。俺難しくて読めねえんだけど。それは故障中って書いてあるんだよ。故障中か。じゃあ動かねえな。故障中なのにコンセントは入ったままだぞ。試しにスイッチを入れてみるか。お、動いたぞ。これ
ルーレットが十字型に止まったら景品が出るみてえだな。その景品に何か秘密があるんじゃねえのか。とりあえず確かめてみたらどう。ああ、ま、物は試しだ。やってみっか。セーブするかい。出てきたぞ。あれ、回転錠がかかってんぞ。ますます怪しいな。きっと中にお宝が入ってんだぜ。ダメだ、いくら回しても開かねえや。なんかヒントはねえのかよ。お、箱の裏側に数字が書いてある。541。ん、待てよ、あのじいさんが隠したものなら、この541は何かの暗号になっている可能性もあるな。どこか他のカードのところにヒントがあるのかもしれねえな。どうした光彦。コナン君、至急来てください。わかった、すぐ行くから待ってろ。お願いします。場所はクローバーの6です。灰原、ケンタ、行くぞ。俺このゲーム機もうちょっと粘ってみるよ。他にも何か出るかもしんねえしな。わかった、じゃあ何かあったら連絡してくれ。おう、任しとけ。行こう灰原。ええ、
がカードと同じ場所なんですけど、あの人形の頭についているマークってコナン君が持っている変なカードの絵と同じじゃありませんか？確かに同じだ。でも近くでよく調べてみねえとな。早速乗り込んで調べようと思ったんですけど、これに引っかかって。そうか、身長制限か。つぶらやくんでも規定ラインに届いていないなら。はい、灰原さんやコナン君じゃ無理ですもんね。どうしましょう。あ、そうか、元太なら大丈夫そうだな。元太、聞こえるか？ちょっとこっちへ来てくれ。なんだよ、今手が離せねえんだよ。もうちょっとで景品が出そうなんだからよ。マジかよ、お前にしか頼めねえことがあるんだ。え、なんで、早く言えよ。よし、すぐ行くぜ。元太くん、こっちです。なんだよ、俺にしかできないことって。そこの板の前に立ってみてくれ。ん？ここか？よかった、さすがは元太くん。え？これなら問題ないな。お見事元太。あ、で、ガロー、やっぱ俺じゃなきゃな。ああ、だから頑張ってしっかりあの模様のところを調べてきてくれ。よし、任しとけ。セーブするかい？